どうも、タクノイバータケオです。今日もよろしくお願いします。今日は安ウイスキーランキングをやります。はい、安ウイスキーランキングはこの表に基づいてですね、1500円以下税込みで買えるウイスキーを、僕がね、一応ね、ストレートで飲んで常温の加水をして、ロックで飲んで、ハイボールで飲んで、そしてこのランキングでどのランクかっていうのを決めていくというものです。まあ、あくまでも僕の個人的な好みがかなり入るんで、個人的なランキングです。ウイスキーの優劣を決めてるわけではございませんので、その辺はご了承ください。はい、でこれまでやったウイスキーこんな感じです。はい、 S ランキングはもう間違いないもの並んでおります。一応ですね、コスパっていうことも安ウイスキーなんで、考慮をしてます。だから味わいとか香りとか風味もちろん一番大事なんですけど、例えば1400円で買ったものと、780円で買ったものはやっぱり味が違って当然だと思うんですよ。で、780円にしてはこれはかなり美味しいぞと思えば、結構ランクも上がるし、1400円とかで、まあ美味しいけど、まあ、例えば1400円なんだけど味わいがちょっと3000円クラスのブレンディットだなと思えば、これはランクは上がりますけど、それなりということになればそれなりのランキングになるという感じで、つけてるランキングです。で、まあこんな感じでね、ずらずらっとこう見てもらってますけど、だから下の方のランクになってるやつもたまたま僕の口に合わなかっただけで、好きな方はいらっしゃるウイスキーもしっかりありますんで、まあくまでもご参考にされてください。はい、ということで今日はですね、こちらやります。エンバシークラブ、よくわかりません、リクエストボトルです。視聴者の方からリクエストいただいたやつで、お待たせしました。はい、山屋さんでしかなかったんですよね。なかなか他で売ってなくて、ちょっとなかなかね手に入らなくて、山屋さんで、まとめ買いした時に、一緒に買った1本です。で、一応ですね、スコッチですね、ブレンディッドスコッチウイスキー700ミリの40度、お値段は968円、安いですね。お財布に優しいですね。1000円切ると気軽に飲めます。はい、あとは美味しいから、はい、でですね、一応ね、やる前に僕一応ネットでそのボトルに関しては調べるんですけど、情報がほぼなくて、レビューしてる方もほとんどいなかったです。そして、キーモルトもさっぱり分かりません。全く情報がない、という状況です。とりあえず開けて飲みます。はい、ね、まあ飲んでみないと分かんないです。まあ968円なんで、お値段的には結構安いなという感じのウイスキーになりますね。はい、ではエンバシークラブ香りから。香りはですね、意外とこの安ウイスキーって結構アルコール感がツンとくる場合が結構あるんですけど、それないですね、そんな感じは。そして甘いんですけど、甘い香りですけど、どっちかといえばグレーンよりですね、香り的にはモルティーな甘さというよりもグレーン感の穀物の甘さ、まあ、高温的な甘さっていうんですか、で、甘いのはもう、そういった甘さですね、フルーティーとかいう感じではない香りです。ちょっと香っててもそんなに香りは変わらず、はい、
でもあのアルコール感がない分安ウイスキーっぽくないなという気はしました。はい、ではいただきます。でも口に含むとやっぱアルコール感きますね。ちょっとピリッとした感じ、アルコールの辛さです。辛口というよりも、うん、ちょっとどうでしょうか、味わいを捉えるのに。ストレートでは香りではそんななかったんですけどね、ちょっと飲み口はちょっとアルコールの辛さが舌にまとわりついてちょっと味わいを捉えにくいです。ちょっと加水します。ちょっとの加水だとあんまり変わらないような気がしますね。ストレートと常温の加水、まあ水割り状態ですか、まあちょっとの加水ではちょっと難しいです。もうちょっと多めに加水してみます。まあ本当に水割りっていう感じになります。香りが飛びましたね。薄まった感じですね。単純に何かが出てきたわけでもない香りです。飲み口はアルコール感がだいぶ薄れたんで、そうですね、割とですねグレーの甘みが強いスッキリ系の甘みなんですけど、グレーっぽい甘みですよね。あのカナディアンみたいな感じかな。まあそれよりもまあグレーンでもやっぱりスコッチよりカナディアンとまではいかないですね。すっきり系だと思います。飲みやすいです。ただし多めの加水で。ストレートはちょっとあまりストレート向きではないかな。はい、ロックにしてみましょう。はい、ではエンバシークラブオンザロックにしました。いただきます。あーロックならいいですね。あーでもやっぱりねこれグレーン系ですね。甘みがねコーンの甘みですね。甘い感じです。甘口のウイスキーなんですけど、ピート感もあまり感じないのと、どっちかといえばグレーンが強く表に現れてるなっていう感じの、甘くてすっきりしてる感じのウイスキーです。ああでもこのロックの味わいは好きな人は多分あまりそうな感じの味わいですね。あまりあのモルトウイスキーとはちょっと違う味わいがかなり強く出てるブレンディングだと思います。なのであ別の意味で特徴的って言うんでしょうか。そしてこう安ウイスキーっていうかあの安いランクのもので結構アルコールがきつかったり嫌な匂いがしたり変な感じだったりする感じがないところは結構いいと思いますね。ロックはこれは美味しい方だと思います。はい。ではハイボールにしてみましょう。はい、しっかり冷やした300ミリグラスに氷を満タンに入れました。ウイスキーは30ミリ入れます。しっかりね、これで大体ね3対1ぐらいの割合のウイスキーハイボールができます。
はい、ではエンバシークラブスコッチですね、ブレンディッドスコッチハイボールです。いただきます。うまい、うん、このハイボールはいいんですけど、グレーンウイスキーが苦手っていう方いらっしゃるかな、はちょっとっていう味わいですね。結構やっぱり終始感じるのはグレーン寄りだなと思います。でシングルグレーンほどグレーンっぽくはないんですけど、モルト感はあまり感じないですね、正直。うん、でもね、甘口ですよ。甘いのは穀物の甘みです。うん、そして炭酸で上がってくるのも、もうそういったちょっとね、キーモルトも分かんないし、グレーンがどこの使ってるかも分かんないんですけど、うん、モルトはね、そんなに主張しないモルトだと思います。ピーとかも僕はほぼ感じないです。うん、でモルティな感じもあまり感じないです。ただ飲みやすくて甘いんですよ。甘みがね、あんまスコッチっぽくないですね、正直。飲みやすく作ってあるんだと思います。ハイボール向きいいですね。ロックでもいいです。ロックはね、お好きな方はって感じですね。で、このハイボールは美味しいです、正直。はい、はい、ということで今日は安ウイスキーランキングの中でもスコッチのブレンディッドエンバシークラブをやりました。968円ですか。ランクをつけないといけないですね。このランキングに基づいてつけます。うーん、難しいな。1000円切ってるでしょ。うーん、あー悩むなぁ。 S ではないです。はい、まあそれはそうですね。やっぱり D とか E でもないです。で C ではないかな。値段なりというにはちょっとやっぱりハイボール美味しいもんな。やっぱりこのランキングは B ですね。はい、ちょっとね、かなり揺れ動いたんですけど、 A にするにはこれはね、800円台だと A でもいいかなと思ったんですけど、 A にするにはやっぱ1000円近い、もう968円で、やっぱストレートであそこまで飲めないのはちょっと、せめてストレートでもまあ飲めるよって味だったらよかったんですけど、ちょっとね、アルコール感だけにストレートがちょっとそうなっちゃったんですよ。まあ加水もね、結構トワイザックぐらいしないと結構きつい感じだったんで、そういった意味合いで A までは届かなかったですね。ただし C でもないですっていうのが、ハイボールはこれは美味しいです。食事も全然合います。割と穀物類の甘みっていうのがしっかり出ているハイボールが出来上がるんで、ハイボールだけの判定でいうと A でもいいぐらいなんですけど、ということでこれは B 判定にします。 B 判定のウイスキーちょっと増えちゃって、かなりなってます。こんな感じです。 B が増えますね。値段よりちょっと美味しいぐらいの感じのものが、まあ、僕が癒やしいのでそうなっちゃうんでしょうけど、まあまあまあ、B もね、美味しいおすすめのウイスキーがありますけど、例えば今日やったのも B は B なんですけど、まあ、グレーンがちょっとっていう方は苦手かな。モルトの感じがないと嫌だっていう方もちょっとかなっていうところですね。少しそういった風に寄ってると、このエンバシークラブに関しては僕はそう思いました。でもね、すっきり甘めの、
割って飲むにはいいウイスキーじゃないかなと思います。まあ、1000円切ってるんで気軽にね飲めるんで、まあさすがにこれバーには置いてないから、まあなんか気が向いてグレーンが好きな方は買ってもいいと思いますよ。一本美味しいと思いました。はい、そんな感じの今日のエンバシークラブでした。はい、ということで宅飲みマークケオ、毎日こんな感じでウイスキーやお酒で遊んでおります。まあ方法もねウイスキーチャンネルなんですけど、他のお酒もやりますし、とにかくこうやって安ウイスキーなんか1500円以下で買えるものだったら何でもやりますんで、一応ねリクエストいただいてる分は安ウイスキーに関してですよ。他のリクエストはまだいっぱいありますけど、この1500円以下に関しては一応リクエスト全部終わったと思うんですよ。ちょっと俺の忘れてるよっていう方いらっしゃったらもう一回コメントください。また新たなリクエストも受け付けております。まあね、リクエストなくても僕が勝手に選んだやつが後に何本か控えてはおります。まあ安ウイスキーランクも今後もやっていきますんで、皆さんね、まあ楽しんでいただけたら、僕もね毎日楽しみながらいろいろ飲んで喋っておりますんで、ぜひねチャンネル登録していただいて一緒にねウイスキーライフも酒ライフ楽しみましょう。はい、では今日のタクノミはこの辺で閉店です。最後までご視聴ありがとうございました。じゃあねー、バイバーイ。